世界産業労働組合はアメリカ合衆国入りのイ州シカゴに本部を置く国際的な労働組合1905年創設最盛期の1923年には10万人の組合員を要し30万人の労働者を参加に持った1924年に内部対立と政府の圧力から分裂現在も2000人のメンバーを要する 小規模組合として存続している。すべての労働者は一つの組合の下に団結することと、人労働の廃止を主張としている。1905年6月シカゴにおいて、サミュエル・ゴンパーズ率いるアメリカ労働総同盟の保守的な傾向に反対していたビル・ヘイウッド、ダニエル・デレオン、友人 V デブすら200人の労働運動家や AFL から排除されていた社会主義者、 無政府主義者によって結成された。AFL は労使協調を主張して、ストライキや革命運動に反対しており、とはこれに対して戦闘的な組合だった。デレオンら政党結成論者は、との目標である労働者の解放には政治的な行動が一番の道であると訴えた。これに対し後に、ヘイウッドら直接行動派は、ストライキやプロパガンダ活動、 ボイコットなど、直接行動で戦うべきだと主張し、激しい論争が戦われた。結局ヘイウッドら直接行動派が論争に勝利し、1908年、デレオンらは離脱した。ニューヨーク市における世界産業労働組合のデモ、1914年1912年の、時点デッドは5万人の組合員を持ち、特に北西部では、公安労働者、 中部では農民の組合員が多く、宝石工場や炭鉱地帯にも大量の組合員がいた。都は150以上のストライキに関わり、マサチューセッツ州ローレンスでは移民労働者、ニュージャージー州パターソンでは宝石労働者による大規模なストライキを起こした。都には AFL から排除されていた非熟練労働者や季節労働者、移民労働者、 アフリカ系アメリカ人労働者が大量に加盟し、特にアフリカ系だけで最盛期に5万人が加盟していた。1915年には中部から西部にかけての農民による農業労働者組合や土木労働者による木材産業労働者組合を結成した。との活動に対して政府は過熱な弾圧で応じた。1914年には組合員だった歌手のジョーヒルが 殺人容疑で逮捕され、状況証拠のみで物的証拠はなかったにもかかわらず1915年11月19日に、ユタ州において処刑された。1916年11月5日には、ワシントン州エベレットにおいて、いわゆるエベレット虐殺が起きた。保安官ドナルド・マクローなど、経営者側の武装集団が蒸気船ベロナ号に、乗船していたウォブリーに襲いかかり少なくとも5人が、 殺された。武装集団側にも2名の死者が出た。多くのとメンバーが合衆国の第一次世界大戦への参戦に反対した。1916年には組織として戦争に反対する決議が可決した。すべての戦争に反対し、平時には反軍国主義の宣伝を行って全世界の労働者との階級連帯を進め、戦争になった時には、 ゼネラルストライキを行うというものである。しかし、1917年4月にアメリカが戦争に突入すると、とは、組合の存続を優先するため、戦争反対を正面に持ち出すことを避けた。にもかかわらず、とが戦争をサボタージュするために、ドイツから資金を得ているとか、農作物を焼き払う陰謀を企んでいるといった根拠のない報道をする新聞があった。 1917年8月には、都メンバーがモンタナ州ブッドにおいて隣地にあった。政府は、戦争を、とを殲滅するための後期と捉え、1917年9月5日に、司法省の捜査官が、都の本部と全国48の支部事務所に対して、一斉捜索を行った。戦争計画の妨害と、兵役拒否と、軍務への不服従と、 雇用者への詐欺との防御を容疑として165人がシカゴの裁判所で起訴された。検察は9月の家宅捜索で得た様々な文書を証拠として提出したが、いずれの権威についても実行や具体的計画を示すものはなかった。検察側の証人は容疑者が政府や軍隊、兵士を批判したりあざけったりするような発言をしたと証言した。 一斉捜索で押収され、証拠として提出された文書群は、都が開戦前に戦争反対を呼びかけていたこと、開戦後に組織内部で反戦運動の停止について議論が起こっていたこと、そして反戦宣伝を停止した後においても、資本家の戦争に懐疑的だったことを示していた。ドイツ等の敵国との結びつきを示唆する証拠や、証言は皆無であったが、 裁判所はスパイ法に反したとして1918年8月に有罪判決を下した。裁判中に釈放され、あるいは執行を猶予された若干らを除き、多くの組合員が10日から20年の刑期を宣告されて投獄された。しかし、裁判中に保釈されていた10人は判決後に姿をくらまし、その一人だったヘイウッドはソビエト連邦に亡命した。 西部の諸州でも9月以降に捜索と逮捕が行われ、カリフォルニア州サクラメントで裁判が開かれた。数ヶ月の週刊の後に釈放された者も,も多かった。起訴されたのは51人であったが、劣悪な環境で何ヶ月も拘留されたために判決が出る前に5人が告示した。残る46人が10年の投獄から100ドルの罰金までの有罪判決を受けた。 中西部のカンザス州とオクラホマ州では、1917年11月17日に、一斉捜索が行われた。34人が、起訴、27人が有罪とされ、26人が1年から9年、投獄されることになった。いずれも、証拠の薄弱さは、シカゴの場合と同様である。第一次世界大戦が終わった後、とおよび思想的に近い社会主義者たちだけでなく、 ライバル関係のアメリカ労働総同盟やアメリカ自由人権協会のような市民団体が政治犯の釈放を求めて働きかけを起こした。彼らは上下院の議員を動かしたが議会からの要請もウィルソン、ハーディング寮大統領を動かすことはできなかった。1923年に就任したクーリッチ大統領がその年の12月15日、 戦時中の政治犯に恩赦を下した。ありがとうございます。